ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマスロです。今回はロシアのサイトに掲載されていたシャープが今年販売する予定のフラグシップモデルのスマートフォンをご紹介します。モデル名としては EF1 となります。まずはじめにこのシャープ EF1 のスペックを紹介すると、 CPU は Qualcomm のスナップドラゴン845、 RAM が 4GB で ROM は 64GB、 ディスプレイは 6.0 インチで解像度は 3040×1440 ドット。このディスプレイは EXO ディスプレイとなります。カメラは背面のアウトカメラがデュアルレンズとなっていて、画素数としては2260万画素と1600万画素の組み合わせ。前面のインカメラは1630万画素のシングルレンズとなります。バッテリーについては約 3000mAh になる予定です。価格については日本円にして約13万円になります。ということで、ここ最近シャープが海外市場向けに販売したモデルいくつかありましたが、どれもエントリー向けのモデルで日本で発売される可能性の低いモデルばかりだったんですが、今回ご紹介したシャープの EF1 はフラグシップモデルということですので、ドコモや au といった国内の大手キャリアから販売されるアクオスシリーズのベースモデルになる製品です。フラグシップモデルとしては RAM や ROM の容量は控えめですが、CPU はもちろんのこと、ディスプレイの解像度やカメラの画素数、どれをとってもフラグシップモデルとして十分なスペックを備えています。デザインとしては、アクオス R コンパクトのように、前面のインカメラ部分だけがくり抜かれたノッチ付きのディスプレイになります。ディスプレイの下部については、これまでのアクオス R シリーズ同様、指紋センサーが搭載されていますので、背面に指紋センサーが配置されているものと比べても使い勝手は良くなっています。とにかくスペックの高いモデルですが、欠点としてはスペックが高い分価格も高くなって、日本円にして約13万円となります。国内の場合ですと、キャリアから発売された場合、あまりこの価格の高さというのは気にならないかもしれませんが、ここ最近シャープはシムフリー市場にも力を入れていますので、もしこういったハイスペックなモデルをシムフリー市場に出すとなると、この価格の高さがネックになってくるのではないかと思います。このシャープの EF1 は海外サイトでも最近になって情報が出始めた端末ですので、近々予定されている大手キャリアの新製品発表会にて、これと同等のモデルが出る可能性は低いかもしれません。ここ最近シャープの端末というと無難なモデルが中心だったので、こういったモデルが国内でも発売されるとかなり盛り上がるのではないかと思います。なお、このシャープの EF1 に関する新たな情報がありましたら、また別の動画でご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。